絶対に決めるゴール、そこが目標だから、ここでいかに頑張って、何のためにそこまで頑張るか、何のため、あ、そう、どんな手段使ってもゴールをする、そのためにはこれ全部1から0までやってしてる、そこでこんな感じでスイッチ投げたら意味がない、もうキーパーにもできるだけ嫌な思いさせる、それが目標、チェックかパックを奪うためのチェックの違いね。俺らがやりたいのは相手にムカついてチェックするんじゃなくてパックを欲しいからチェックする、もしルーズパックになったらチェックする必要もない、そこに絡んでいくんじゃなくてスティパックと体の間にここに来てほしい、そうすると相手が何もできない状態、そこからも前に向けるこいつムカつく、そういう選手もいるから、それはいらない。しっかり次はバックサイド、バックサイドも離す、そのまま出す、ジャンプして、ほら。あ、カロン、しっかりボードに後に当たる。当たることが大事だ。よいよい。皆さんホッケーやってる、ここはバレーダンスじゃない、はい、しっかり下にショルダー下げてスティックを下ろせるチェックする、 OK、 はい、okay。片手、バックサイドにどんどん肘を押す。
か、こっちを切って肘を引っ張って、もっとバランス、もっとボール、これがパックを取るよ。これはダメね。よい、そう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 。